こんにちは。子供の Python チャレンジ。はい。今日も楽しくやりましょう。はい。この間の続きですね。どこまでやったんでしたっけ画像ビューアーですね。p y s i m p l e i を使って、えー、画像ビューアーを作ってみました。ここで、えー、っと、まあ一応、えー、て言いますか。制限条件と言いますか。画像ファイルとして PNG ファイルだけ表現できるというのが、まあ実はあ,あったんですね。まあこれはちょっと今日確認しましょう。 ちょっと動作を確認しつつ、えー、宿題を見てみましょうか。宿題はなんないんだ。宿題ないんだ。OK。じゃあす、ちょっと見てみましょう。これ、もう一回走らせますよ。はい。えー、いいですね。テーマをやる、えー、フォントの大きさ。そして、えー、ここですね。最後に工夫したのは、エネイブルイベントを true にすることで、えー、主役ボタンを押さなくても、なくても、見るボタンを押さなくても見られるということですね。 そうすると、ここに、えー、もし、バリューの0番が入ったらば、そこで、えー、その名前をボディに渡す。ボディっていうのはここですので、イメージを開くファイルに、その名前が渡ることになります。実行してみましょう。まあ、これ、だからいらないわけですよね。ちょっと消しちゃいましょうかもう、もはい、えー。この行もいらない。ということになります。はい。じゃあ、ちょっと実行してみましょう。はい。えー ファイルを開くで、えー、なんかありましたっけね。えー、っと、ダウンロードに何かあるかなえー、っと、スクリーンショットのところですかね。えー、っと、どこだえー、っと、スクリーンショッピクチャーズのスクリーンショットのところ。はい。こんな感じですかはい。えー、っと、これをだから呼べばいいですね。えー、っと、 ピクチャーズのスクリーンショットですから、ここでしょう。えー、ここですかこのピクチャーズのスクリーンショットの、例えばこれ。ね。はい。Python の、えー、一番最初に書いたものができるということになります。ちょっとこれサイズが合わないですけど、もし何でしたら、えー、っと、もう少しでかくしてもいいですね。これちょっと今日はでかくしましょうか。 えっと、横幅を1200とかってやっていきましょうかね。はい。ちょっと1200とかしとくと、えー、いいと思います。えー、っと、同じくピクチャーズのこれを選ぶと、はい、こんな感じで出てきます。いいですね。さて、じゃあ今日のところ行きましょう。はい、これは抜けます。はい。えー、ポイントはえー、はい。これを改良します。 でえー、もう一つの画像形式、JPEG ファイルも表示するようにしてみたいと思います。えー、今どうなっちゃうかっていうと、JPEG ファイルの例ですね。えっ、ー、と、これ、ちょっと、えー、下に、えー、と画像ファイル、えっ、ー、と、概要欄に、えー、リンクを貼っておきますので、えー、これをですね、えー、っと、まあお、お使いの、あの、えー、ブラウザー、 に貼ってですね、えー、例えばなんか適当にブラウザーで、えー、このところに、えー、概要欄にあるリンクを貼りますと、まあ、こういう感じの出てきます。でこの、このダウンロードボタンですね、ダウンロードボタンを押すと、この絵がダウンロードフォルダーに入りますので、ダウンロードフォルダーに入りますので、そこで、えー ね、これ、house.jpeg って入ります。だから、これをちょっと先ほどので開いてみましょう。えー、っと、run で走らせて、選ぶで、ダウンロードに行って、これですね、フォームの jpeg。これを開こうとすると、こういうふうにエラーメッセージが出ます。これは、えー、サポートされてないというコークですね。イメージ、この .jpg のファイルは、えー、認識できないあ。この赤を押して出,出ます。 ということで、これをちょっと直すようにしましょう。えー、っと、ということで今日は、えー、ここですね。はい、えー。画像処理用のピロというものを使います。これはいろいろな画像処理ができる、えー、パッケージですので、ぜひ、えー、インストールしておいてください。えー、っと、いつものようにですね、これの、このコマンド窓ですね。コマンド窓に行って、えー、Python の マイナス M の PIP のインストール。まあ、あってもなくてもいいですけど、マイナス U の PILO、えー、PILLOW というふうに打ってください。こう,いうふうにやると、えー、インストールできると思います。私の場合はもう入っているので、えー、インストールできました、えー。これで大丈夫だと思います。ここで Python とやって、えー、インポート、PIL とやって、 で何にもエラーメッセージが出なければ OK です。出たらどうしましょうって感じですね。はい。じゃあ、これで、えー、戻ります。これやりましたね。はい、次。で、えー、ポイントは JPEG ファイルっていう形式の表示できない、対応できない形式を PNG 形式に表示して、えー、表示すると。変換して表示するということになります。なので、これをどうしようか。まあ、このままでいいですね。えー、いいと思います。 えっと、ちょっとでかい、さっきでかいと、50にしときましょうね。はい。えー、50の10、それから1200の、えー、500という感じにしたいと思います。まあ、そっか、これ1まあ千百1 0 0でもいいですね。1100にしましょうか。はい。それで、はい。じゃあ、ここですね。画像ファイルが入ってきたときに、えー、PNG、これを、えー、 こういうふうに読むように、ここ場所を開けといて、まあどうしましょうかね。うん。まあ、if、そうですね。v0 の、そうですね。これ、えー、名前を f0 イコール、まあ、ファイルネーム0イコール0というふうにまず代入します。それで、iff0 の、えー、最後の3文字が、 こうですね、最後の3文字が、えー、pn.jpeg ならばというような条件を入れてもいいと思います。ならば、えー、if のイメージ、新しいイメージに、えー、i 大文字の i から始まるイメージ .open の、おなんだ,なんだ変なところに飛んでしまって、そうして失礼しました。 えー、イメージ .open の、えー、F0 これを開きます。これで、この、ごめんなさい。ここ1行目、2行目、インポートの下にあ書くべきでしたね。インポート、えー、pil 大文字で pil で、あ、これは、この場合は、一、えー、つだけ呼びたいので、from を使います。from pil インポート 大文字のイメージ。こういうふうに、まあよく使えますので、こういうふうにしておきましょう。はい、いいですね。そうすると、えー、ピルのイメージがこういうふうに使えることになります。ここで、はい、えー、if はいらないですね。もし JPEG で終わっていたら img に入れて、これをそのまま、新たな名前、f1 は、えー、っと、な仮の名前でいいです。 えー、アンダースコアのテンプ。まあ、ほんこれは何でもいいです。えー、png。これが新たなファイル名です。で、img のセーブ。カッコ f1 というふうに呼びます。いいですね。えー、そして、そして、まあ、 F0 イコール F1 にしておきましょうか。ね。で、最後、ここを F0 にしておきます。こうやれば、もし PNG の時は、ここから、ここに来ます。JPEG の時は、一回ここで変換して F1 にセーブしたものを F0 に入れてよ。これで大丈夫ですね。よし、やってみましょう。はい、えー。これだけで OK なはずです。 いいですね。さっきの、form.jpg e を読みます。とすると、はい、綺麗に出ました。OK ですね。はい、いいと思います。綺麗に表示できることが分かりました。えー、もちろん、他の、えー、ファイルでも大丈夫です。まあ、それはいいですね。先ほどやりましたからね。はい。ということで、えー、ちゃんと JPEG ファイルも先ほどできなかったものができるようになったことが分かりました。 これだけではちょっと短いので、えー、いいですね。これでオープンする、セーブ、こういうふうに名前でセーブしてアップデートするということになります。で、もしつけ、ついでに、えー、新しいことやりましょう。えー、この PIL、ピルを使うと、ピロを使う。まあ、ピルは別途中、まあ、古い名前が PIL、えー、新しい名前がピローです。えー、まあ、PIL、昔のピルでも動くようにこういうふうになっています。 えー、白黒画像に変換することもできる。これからいろいろな、えー、あのー、画像処理をしていきますので、まあ、ついでに白黒画像を隣に表示するというのをやりましょう。まず、白黒画像に変換するっていうのはどうやるかっていうと、えー、また、やります。えー、同じファイル。まあ、同じように。 これを開きますね。まあ、これ、まあ、もうやったことですけど、まあ、PNG の場合もやった方がいいと思うので、呼びましょう。そして、えー、これを、イメージを、コンバート convert の、えー、シングルコートの L とやって、そして、セーブの、そうですね。今度は F2 にしましょうか。F2 決めましょう。F2 は、 別の名前がいいですね。だから、えン、ー、プ2の PNG と。そうやって、それを F2 にセーブします。そして、場所を作っときましょう。これの、えー、今、画像が表示されている隣に、つまり右側に同じく場所を作ります。さっき広くしておいたので、多分大丈夫ですね。で、K で、今度はじゃあ、 何でもいいんですけど、イメージ2というキーにしましょうか。こういうふうにやると、こっち側に元の絵、こっち側に新しい絵、つまり白黒画像が来ることになります。そして、分かりますね。ええー、イメージ2の方をアップデートすることになります。Win の、えー、イメージ2の方というキーの方をアップデート。何でアップデートするかっていうと、F2 でアップデートするわけですね。 はい。これでいいと思います。ちょっとやってみましょう。はい。で、ホームをえあー、ホームを選ぶと、はい。こっち側にカラー、元のカラー画像、こっち側にそれを白黒にした画像が出ることになります。これから、いろいろ画像処理。この白黒にするっていうのも、グレイかという白、えー グレーコンバージョンという、えー、画像処理なんですが、これからもいろいろな画像処理をやっていきたいと思いますので、今日は第1回目として、まず JPEG を、えー、表示すること、それからどちらにせよ、ENG ファイルで、えー、コンバートを使って白黒画像に変換するということをやりました。いいですね。はい。ぜひ、えー、ゆっくり止めて、これを動かして、えー、動作を確認してみてください。はい。今日はここまでです。いいですね。 コンバートします。セーブします。そして、それで F2 で、えア、ー、ップデートするということになります。はい、宿題です。他の画像処理でも、画像ファイルでも、動作確認してみましょう。とさっきの、えっ、ー、と、え絵のダウンロードですね。ここ、ここには、実はいろいろな、えー、画像があります。例えば、バタフライとか、えー、いくつか、 あります。スクワールとか、えー、S で始まる下の方の、えー、スクワールとか、SS、えー、これですね。の DS。これとかも可愛いですね。これとか、それから、えー、バタフライとかもありますので、まあそういうのをちょっと試して、えー、ちゃんと動いてることを、えー、型確認してください。はい。 えー、できると思います。どこ,こ行ったかなバタフライは。なんかバタフライなんとかっていうのがあったと思いますので、ぜひお試しください。はい。じゃあ、えー、いいですね。やり方はそ今のように開いておいてダウンロードしてください。できると思います。はい。それじゃあ、えー、っと、今日はここまでにします。また見てください。さよなら。